る。それで分からないと。長かった3日間。でもちょっと曇っとったから全然。おはようございます。スリアッカーのヒロです。今日は、まあ、石垣島で GT するのにとりあえず船のちょっと改造に来ました。今からこの間ね、あの船のこの床がちょっと椅子つけとったんですけど、椅子がどう言ったんですかね、椅子の重みでこの床に打っとったやつがもう剥がれてなんかこうグラグラしとったんで、今ちょっと木貼って、その上に FRP 貼って、で今からこれもう一発面取りして、でからまあ椅子をつけていこうかな、まあ、色塗りしてからね、椅子をつけていこうかなっていう段取りですね。まあ今がちょっと何時間ぐらいだ、多分まあもうでも3時なんで、昼ぐらいに石垣着いたかな、1時ぐらいにで、まあなんやかんやと買い物して 今に至るっていう感じですね。でまあ今からちょっとこのバリ取り、バリとこの溝、まあ、去年やったんですけど FRP、まあ、溝とかが全然これもう汚い状態なんで、ここから今削って面取りして、で上からもう一回塗装を塗って完成って感じです、まあ、とりあえず今からちょっと津田ちゃんと一緒にやっていきたいと思います、まあ、長いんですけどね、今からめっちゃ。これはマスクしとかんとやばいんですよ、 FRP が。これでしょう、削るんやったら。これはやばい。頑張ってます。カラス、カラス繊維。
全開に吸いながら。じゃマスクつけようよったり、あのメガネしようよともう、もう、いやいや。作業、雨降ったりしてきたんで終わって、今からちょっとあの石垣で有名な居酒屋さんに行きたいと思います。今日のヒーロー津田ちゃん、あのガラスパイプ削るのに一切マスクもせずと行ってます。じゃあ最初して今から行く店が、石垣島に来る釣り人がもうみんな絶対に行くであろう居酒屋さんですね。超有名ですね、もう釣り人の中では。もうちょっと行った方が、ここです、ここです。西木さん。ここはもう超有名な、あの釣り好きが知る人の知る居酒屋ですね。さあ、予約したので行きます。到着了，我们再找几家，到家。やばいでしょ、もうこの写真の量、びっくりする。まあここはもういつも僕石垣来たらもうほぼ毎日もうこう夜飯は食ってるみたいな感じのとこですね。もう、まあ、ルアーとかも置いとくで買えるんですよ。注文しようか。何飲もうかな。ウーロン茶、サンピン茶、ウッチン茶、サンピン茶、ウッチン茶、サンピン茶やな。松田ちゃんは絶対に余裕でやりに行くから、あの生ビール、オリオン生大ジョッキ、間違いなく津田ちゃん。これ皆さん、お疲れ様でーす。久しぶりに石垣島に乾杯。すごいこのお茶濃いや。違う、なんか珍しい匂いするわ。こっちかった。サンピンの方がよ。何これ、何これ、何何なんか、あのシークワーサーだ。いや、違う、あの、あれ高麗人参、なんなんやろこれ。あの、そっち系、なんかちょっと頼んだことのないような感じだし。あ、何ですか。あの揚げ出し豆腐みたいな ちっちゃいやつ。カラット豆腐。あ、カラット豆腐。カラット豆腐と、あの、刺し。で、それで。だと生ビール。大で。はい。はい、食べて。さあ、もずくは2個食い。ここはね、続いて西木さんのです。普通になんかあれ出したの。だってフィッシングショーやってるもん。え、フィッシングショーでも東京ちゃうんですか。横浜。あ、そうです、横浜。大阪出ますか。出ます。あ、本当ですか。大阪は、あの、おいしいわ。錦、うん、サラダ最高。これが錦で一番俺が食べるカラット豆腐。これも超おいしいから。ニンニクのソースが効いた感じ、たまらんのよ。すごいニンニクにおいしいんだけど、めっちゃおいしいね、これが。まあ、ぜひ
石垣島で錦に来た時はこれ頼んでみてください。超美味しいんで。はい、じゃあもう仕上がっていいと思う。さあちゃん、こっちやで。どこ行くの？入れすぎたな、駅を。使えるから。全部寝とっても考えねえだって。これで固めて。そんなぐらいで、僕らパッとスキーの2人、うん、そんな前で、それで10日半さっきのはちょっと辛すぎたな。毎度4回ぐらいかな。あと今日の晩にここ塗って乾かしとけ。ここまでな、ここからしたら、ここから完成したんで帰りたいと思います。長かった3日間、でもちょっと曇っとったから全然暑くなくて良かったです。それで今から神戸に帰ります。お疲れ様です。でかい人、いやー、はい。
行った行った最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画と最新動画はこちらをクリックすると見れます。チャンネル登録、通知、高評価よろしくお願いします。